エンチキなジジイがおりましてさ。120畳敷きの紙に大だるまを書いてみたり、かと思えば米一粒にスズメを2羽書いてみたり、鉄造でお分かりなくば絵師の北斎、それならばお分かりかい。その変地家が俺の父ですのさ。親父と娘で筆2本、箸4本あればどこへ転んだって食っていくさ。サルスベリ、ミス北斎。